こんにちは、ダイスです。今回はミートピアやっていきましょう。旅人の街、新しい旅人が来ていたみたいなので確認しに行きましょう。あれ、配達お使いがここにあるね。そしてクイズと、あれ、レベル46、レベル46、え、なんだろう。お使いから行きましょうか。演技する猫ドルルン、配達員のドルルンです。最初の町のベッタさん、ベッタさんってどんな感じの人でしたっけ、忘れちゃいました。お届け物をするとだいぶレアがもらえますね。では、最初は引き受けたお使い行ってきましょう。最初の町ここか。あれ、ベッタ、ベタベッタベッ、あ、なるほど、イチャイチャベッタベタのラブラブカップルのところでしたね。これずっと腕動かしてて辛くないのかな。あー、いいな、羨ましい。はい、では渡しましょう。ドルルンさんからのお届け物です。女性の方でしたけど何を頼んだんですか。ボロ自転車。え、喜んでるよ。ちょっと待って、そのボロい自転車をもしかしたら直して彼女と一緒に乗るんですか。いいですね、なんかそんな感じするね。では戻りましょう。いや、まさかボロ自転車が出てくると思わなかったです。どこから拾ってきたのかな。どこから調達したんでしょう。なんかかなりね、喜んでましたよ。どうも。これでもドルルンさんは配達員さんだから誰から来たのか分かんないから通販だったりするのかな。では次、クイズ難問いきましょう。火山で私と勝負しよう。お、ゲーム券もらえる、これは嬉しい。火山のどの位置にいるのかな、確認しに行きましょう。なんか隠し部屋みたいなところ、火山もあると思うんですが、わー、裂け目。あれ、私ここまたも忘れてますね。ここまた忘れてる感じですね。まあいいか、宝箱もあるからちょっと後でまたなんかのタイミングで来ようと思います。それでは今回の受けたクイズの一番最初を受けていこうと思います。待っていたぞ。クイズ難しいのと簡単なのと結構あるのですが、この影誰の影、シルエットクイズです。これは3問あるやつですね。行ってみましょう。シルエットクイズ、全部で3問。さあ行ってみよう。最初の影は、あ、これはもうあれですよ、キノピーチ。これ髪型を特殊にしてよかったなって思いますね、シルエットクイズだけは。これポリーンだね、ポリーン、やったね。3問目、これ難しいかな、こっちだよね、キノピオ。そう、キノコ頭作りたくてああなりました。う、今回は私の負けだ。これをあげちゃう。 HP バナナ5個、バナナ少なかったから嬉しいですが、あと 2,3 箇所いますよね。次は何だろう、行ってみよう。待っていたぞ、2回目。この影、え、同じやつ来る。シルエットクイズ2回はちょっと珍しいんじゃないですか。間違えたらおしまい。間違えないで3問行きたいですね。一緒に考えましょう。第1問目、キノピオだね。
髪型がもうこれ。わかりやすくしてよかった。2問目。ええ、これデイジー、違う、前髪がこっちだ。よかった、前髪分かってよかった。ちょっとこの二人見分けが後ろ姿だとつかないですね。これはね、ロゼッタだよね、きっと。ロゼッタ大丈夫かな。全部髪型で選んでいっちゃってる。やったね。もらえるのはこれも HP バナナ。嬉しい。やっとストックできました。一回バトルに行くと冒険のメンバー4人かける2本ずつってやると8本必要なんですよね。それがですね、最近5本ぐらいしかなくてずっと1本ずつ持ってってるっていう感じだったので、これは嬉しい。でもまだすぐなくなっちゃう。最後のクイズはクイズリミックス。いろんなクイズを集めてみたぞ。間違えたらおしまい。3問全部正解したい。では行きましょう。最初のリミックス1問目、なんだろう。え、勇者じゃない。ちょっと待って、またシルエットクイズになってる。どういうこと。やるじゃないか。2問目。あ、妖精はもうエルフだよね。これだよね。危ない危ない。ちょっとね、町の人来ると分かんない。3問目。え、いや多分これ平均で作ったはず。きたー。そんな、なんか背高いやつのキャラとかすごい作ってないから、低くもなく高くもなく普通のやつを選ぶと良いっていう。危ない。これキャラ作りの時にこだわらずするとみんな同じになるよね。気をつければよかったなって思う子もいます。危ない。あれ、なんか呼ばれてますね。珍しい馬のところ。掃除かな。ブラッシングだった。ブラッシングするよ。あれ、ブラシがない。どっか隠した。ケロップブラシ知ってる。ん、この辺あったよ。落とした。スキルレベルアップしました。29。あともう一個で30だ。ってことはこのままにしといた方がいいかな。ではこれで、あ、なんかお金欲しい人いっぱいいますね。服安いから買っとこう。その価格差もね、途中まではやったんだけどまだまだ全然足りてない感じです。黄色、なんか色の違いがよく分かんなかった。こっちは高くなって足りないですね。ここめっちゃ高いんですよ。この2人はちょっとね、高くなっちゃってるからうまく買ってあげられないので、お金貯まった時のタイミングで買うとか、あとは宝箱からゲットとかになっちゃいますね。お、ということは近くにある宝箱探しに行く。ちょっとあの旅人の町ではないのですが、ここに落ちてる最後の1個の宝箱、これ開けましょう。どこから行くんだろう。ここ、ここっぽいね。多分途中の箱でも強めのやつが出るはずだと思うんですよね。そのキャラに合わせてレベルがここは何かしか出ませんみたいなにはなってない気がするので、探りましょう。これはなんか前半戦の宝箱を全部残しておいて後で拾いに行くっていうのもありだったのかもしれない。もしね、仮にあの2万円じゃないんだけど2万ゴールドとかするやつが存在するのであれば。きなこの服は今2万なんですよね。2万ぐらいになっちゃってるから、
1万超えした服とか装備品をどこの宝箱からでも、宝箱だったら出るんだったら開けずに取っとけばよかった。そう、レベル上げ兼ねて連れてきちゃうとそっちの装備品が出るから、一番値段を高くなっちゃってるところで行きましょう。このメンバーですね。まずいことになりました。ロゼッタが風邪ひいちゃった。このタイミングでここの服も高いのに、どうしようかな。いや、こういう時は3人で行けばいいんだよね。だって安いんだもん、他の子たちのやつ3人で行くとか。宝箱から出てほしいのは高いやつなので3人にしちゃいました。初めてやりましたね、4人行ける枠で3人で。よし、開けよう。何出てくる。お金はまあ嬉しいけど、装備品は、いやー、まさかのでした。お金で終わるってすごく悲しい。まさかのここ、あ、これあれなのか、コースじゃないんだ。すごい勘違いしてた。もう強くなりましたね。一発でいけるようになりましたね。これはこれで嬉しいな。終わり。じゃあ美食家さんのところにやっと行けるのでしょうか。この道はちゃんと奥に続いているのでしょうか。来たー。なんだ、ここからだったのか。では、あ、ピザ。これ火山ピザとかかな。熱そう。熱々のチーズが舌を焦がす。私は舌を火傷した。しかしこの痛みの、この痛みに私は実感する。この大地のエネルギーをお裾分けもらいましょう。あ、地熱ピザ、火山ピザじゃなかった。どっかでもらったんですけど、どこでしたかね。なんでもらったんだろう。あれかな、こっちのこう奥とかかな。ここね、行けるんですよね。よし、これでドラゴンに乗り戻ろう。いやー、せっかく宝箱見に行ったんですけど、うまくはいかなかったですねはい、ということで今回はお使いとクイズ行ってみました。火山もまだコース行ってないところというか、終わってないところがあったりするので、ちょっとずつね、カンストもさせつつレベルを上げて、もう一個新しい塔が出ているので、そちらに向けて準備していこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!